IR マーケットブレイクスルーキャスターの山田幸美ですコメンテーターの大川智博です今回ご紹介する企業は DIC 株式会社ですスタジオには取締役常務執行役員経営戦略部門長浅井武さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします えー、DIC さんにです、ねまあ、もう言わずと知れたあのインクや顔料、合成樹脂などの、まあ、そういったところをです、ね、主力とする、まあ、大手の科学のメーカーさんですね、なので、まあ、そのインクっていうと、ね、その出版で今後、動画のとか、まあ、いろんな、ね、そういったあの、まあ、古い業界をイメージしがちですが、実はその逆で、あの新しい技術や、ね、ユニークな商品っていうのを扱っていると。 というところがまあその DIC さんなんですね。なので今日はそのあたりのね新しいまあ事業の展望とかね含めてまあ全体的にあのやってやられている事業のまあ成長性をまあお伺いできればなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後は DIC の歩み、主な事業内容についてお伺いします。この番組は SBI 証券の提供でお送りします。 改めましてセメノ IR マーケットブレイクスルー今回お話をお伺いするのは DIC 株式会社取締役常務執行役員経営戦略部門長浅井武さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまずは DIC の歩みを簡単にご紹介いたします1908年川村印記製造所として創業1925年 陰気の原料である有機顔料の自社生産を開始化学メーカーとしての一歩を踏み出します1952年合成樹脂事業に本格参入し事業を拡大1962年社名を大日本インキ化学工業株式会社に変更します1986年 印刷材料分野で欧米トップ企業であるサンケミカル社のグラフィックアーツ部門を買収し印刷印キの世界シェアトップに2008年創業100周年を機に社名を DIC 株式会社に変更します2021年ドイツ BASF 社から顔料事業を買収し顔料市場におけるグローバルなリーディングポジションを確立 そして2022年東証の市場区分再編に伴い東証プライム市場へ上場しましたえでは初めに DIC のビジョンについて教えていただけますでしょうか当社の経営ビジョンでございますが彩りと快適を提供し人と地球の未来をより良いものにカラーコンフォートとなっておりますえ先ほどご紹介いただきました通り 当社は印刷インキをからスタートした会社ですので彩りと快適さを社会にお届けするということを使命としております。また事業活動を行うにあたりましては長期的視野に立ってサステナビリティに貢献する製品やソリューションこちらを提供することが必要であると考えております。気候変動や海洋プラスチックごみ問題 それからデジタル化といったような社会課題に対しまして DIC らしさのソリューションを提供することで人と地球の未来をより良くする企業になることを目指しておりますでは御社の事業内容についてもご紹介いただけますか当社の事業内容でございますが創業時から行っております印刷・印記事業。 それからそこから発生いたしました顔料事業、それから合成樹脂事業といった三つの事業セグメントに分かれております。売上高全体のまあ半分を占めます印刷インキパッケージインキを中心といたしましたパッケージグラフィックセグメントが一つ目でございまして、パッケージインキと出版用インキを合わせ印刷インキ全体では。 世界トップシェアにございます2つ目がカラーディスプレイセグメントでございましてこちらは顔料を中心としたものでございます顔料というのは色の粉というものでございまして人気の原料となるほかです自動車用の塗料それからディスプレイ用のカラーフィルターや化粧品用と さまざまな分野に使っていただいております最後3つ目がですね、ファンクショナルプロダクツセグメントでございますこちらは合成樹脂を中心としたものでございます自動車関連であるとか電子材料向けの部材を供給しているという部分でございますこのようなさまざまな事業を展開しておりますが当社は 1980年代から技術力の優れた海外企業を買収することで国際競争力を強化するとともに事業規模の拡大を図ってまいりました現在ですね63のですね国と地域で189のグループ会社を通じて海外での事業展開を行っております。 えちなみに海外売上高比率が六十四パーセントに達するグローバル化学会社ということになっております。えもう一つですね。あこの機会にご紹介したいことがございます。当社ですね。え千葉県の桜市に総合研究所がございますが、あその同じ敷地内にございます D.I.C. 川村紀念美術館でございます。 当社は色彩を扱う会社ということから社会貢献の一環ということで美術館の運営をしておりますこの美術館では20世紀の美術を中心といたしまして多彩なコレクションを展開しております 美術館本当に緑豊かでね、とっても素敵だなって写真を見ていても感じるんですが、あの浅井さんご自身が鑑賞されているんですよね。はい。あの私が今あのこの神楽木美術館の、はい、まあ,あの鑑賞しておりまして、うん、え写真ご覧の通りですね、美術館のそばにはですね広いこの庭園がございます。ですねお越しいただきましたとこの庭園を楽しんでいただくこともできますし。 さらにですね、あのレストランを併設しておりますので、あ美術館お越しのときにですね、ランチをこちらで楽しんでいただくということもできると思います。事業の強みは後ほど詳しくお伺いします。続いてはこちらのトピックです。ここからはパフォーマンスオーバービュー DIC の業績についてお伺いします。 まずは前年度2021年12月期の通期業績振り返ってください2021年度は6月昨年の6月にです、ね、ドイツの BA 選手者よりカラーエフェクト顔料事業を買収していたしました影響がございまして前年比でプラス22%と大きな増収となりました 一方ですね買収に伴う一時費用が発生いたしましたのとですね買収の統合後のプロセスで物流体制の構築に時間を要したことから2021年度のこの顔料事業の営業利益はマイナスとなってしまいました。しかしながら既存事業が好調に推移いたしましたので全体で営業利益は前年比プラス8.1%。 の増益となりましたということはあのやっぱりの買収の一時費用というのはうコストとしてかかってきていてで、まあ、それが全体の,あのまあマイナス要因にはなっているということなんですけどもそれをじゃ除いたベースで見るとあのこれだけの数字になっていると、まあ、既存の,その従来の事業は好調なために、まあ、全体の仕し上げてのここのところの数字があのプラス31.6%というふうにまあ本来出るはずであったというところなんですかね。はい、いのその通りでございます、はい 続きまして今年度2022年12月期第2四半期の実績についてもお聞かせください。からエフェクトガン事業の買収効果に加えまして原料価格の高騰により値上げを行ったためですね売上高は前年比でプラス33.1%というふうに大きく増収となりました。 でカランダイフェクト事業自体はですねあの順調に推移しておりまして黒字化しております。しかしながらロシアのウクライナ侵攻以降ですね原料価格に加えてですねエネルギーコストの上昇が大きく影響しておりまして営業利益率が7%から4.6%へと下がっております。まこれによりまして営業利益は残念ながら減益と。 いう形になりました。次のグラフがですね、この営業利益の増減要因をブリッジチャートでお示ししたものでございます。真ん中あのご覧いただきますと、原料価格とコストここで大きくマイナスになっております。で、お客様にまあご丁寧にお説明してですね、まああの製品価格への反映を進めてはおりますが。 あ、どうしても天下にはですね、タイムラグが、あ、生ずるために。この、お、上期におきましても。マイナス三十九億円ほどの、お、まあ、現役要因と。いう形に、なって、え、しまいました。この数量っていうのは、これ単純に、これ、あの、本当に数量っていう。 イメージですよねその物が売れる数量う、はい、そうですね、はい、でこれは一応そのマイナスになっている要因としてはやはりこの原材料価格を販売価格に転嫁した結果価格が上がってしまってまあそれによってまあ多少があるともやっぱりそういった需要の数量ベースの減退が起こっているっていうところも出てるんでしょうかはいあのおっしゃる通りでございますあのお客様の方がですねやっぱり値段が上がっているので一時的にやはり買い控えをされてしまっているというようなところがここの数量のマイナス要因には含まれている いうことでございます。えでは、今年度2022年12月期の通期業績予想についてもお願いいたします。え売上高は1兆1000億円、営業利益は500億円を予想しております。営業利益につきましてですが、当初計画していた数値からはですね、若干下方修正せざるを得ない状況になっております。 欧州におけますまあ需要停滞とか、あと自動車の減産の影響を織り込んで、現在このような予想にしております。続いてはこちらのトピックです。ここからはフォーカス、DIC の強みに焦点を当てます。では、御社事業の強みお聞かせください。 当社の強みは大きく2つございますまず1つ目でございますが当社の印刷印記のシェアは世界トップシェアということでございますが印刷印記の中でですね約7割がパッケージ用の印記ということになっております。でまあもう一つありますのが出版新聞用の印記でございますがこちらはデジタル化の影響によりまして 市場が縮小しております。で、当社もですね、以前からこのパッケージインキの方へのシフトを進めておるということでございます。で、食料品とか日用品の用途になりますパッケージ用インキの需要でございますが、こちらはですね、まあ先進国途上国ともに、まあ経済成長率に比例した増加を 見せるという傾向がございます。でさらに最近ではですね、あの環境負荷の少ないサステナブルなパッケージへのニーズが高まっております。そのため当社としてもですね、まあ成分可再のある製品であるとか、あとはバイオマス原料を使った付加価値の高い製品、こういったものを展開しております。で当社はですね。 パッケージ要因器に加えましてパッケージの素材となるフィルムそれからそのフィルムを密閉するための接着剤こういったものも合わせて展開をしております。私たちとしてはですねそのパッケージ分野におけるソリューションプロバイダーとしてですね社会に貢献できる範囲が大きくなるというふうに考えております。 ちなみに生分解性と,あとそのバイオマス原料による製品というところだと思うんですけれども、はい、まあそういったところというのは具体的にどうその環境にとって負荷がないようになっているんでしょうか、はいはい、こういうフィルムがです、ね、要するに地中に入った場合にこれが自然と分解をされると、まあ、こういった生分解性を求めており、まあ、そういうことが環境、地球に優しいと。 いうふうにな製品であるというふうに考えております。はい。え、続いて、もう一つの強みですね。どういう点になってきますか。はい、あの、もう一つはですね。あ、当社がですね。インキ製造で、培いました。顔料と、お、合成樹脂のですね。分散と配合する技術を、基盤といたしまして。ご覧の通りですね。多彩な、要素技術を、展開しております。 でこの要素技術を駆使した高付加価値製品を開発する力があるというところが当社のもう一つの強みということになっております。で顔料を中心といたしましたカラーディスプレイセグメントそれから合成樹脂を中心といたしましたファンクショナルプロダクトセグメントのですね両方におきましてですねこの技術力を生かしまして ユニークな製品を数多く開発しております具体的にはですねこちらの画面の上にございますとおり一つは液晶画面に色をつける時にですねこのカラーフィルターというものが使われますがこのカラーフィルターの色を当社が顔料として提供しているということでございます。 特にですねこのグリーンの顔料につきましては当社がですね世界最高レベルの性能を誇っておりますのでシシェェアア全体で約80%といいう高いシェアを示しておりま,すまた高容量それから高速通信に対応いたしました半導体用であるとかプリント基板用の樹脂こういったものもですね 新たに開発し売上の増加に貢献しているということでございます一つちょっとびっくりしたんですけれども。 カラーフィルターの方の、まあこれディスプレイ液晶ですよね。ねというところですね。これってあのいわゆるの R、G、B ってあの、はい、まあレッド、グリーン、ブルーですか。これ色あるんですけど、はい、これ別々にシェアでトップとかそういったところであの違いがあるんですね。会社によって、ね、特色がやっぱりあのこの色をそれぞれの色を作る、うん、まあ原料等の含めましてですね。はい、まあ各社さんに強み弱みがございます。はい、まあ当社の場合はまあグリーンが最も強くて、うんうん まあブルーもそこそこのシェアを持っておりますがでは現状の経営課題についてお聞かせください現在、直近のですねまあ経営課題といたしましては昨年買収をいたしました BSF ・カラーエフェクト管理事業こちらのですねシナジーを早期に発現させることでございます。 でこのカラーエフェクト顔料事業というのはですねもともと当社が持っておりました顔料事業とほぼまあ同じ規模でございますのでこの買収を通じてですね当社の顔料事業の規模は約2倍になるということでございます。ということでございます。昨年はですねあのこの買収の統合のためのですね物流体制の構築に時間を要したことでですね このカラーエフェクト顔料授業ではですね想定したような収益を上げることがでできませんでした今年はまあその問題も解決いたしましたので今後さらにですね、まあ、シナジーの創出を進めていきたいというふうに思っているんですが例えばですねあの今画面の下に今ございますけれどもカラーフィルター用の顔料でですね先ほどあの当社ですねあのグリーンが非常に強いと。 ということであったんですが、これ以外にですね、レッドとかイエローというカラフィルたよの顔料の開発に今取り組んでおります。あともう一つですね、このまあ自動運転ですね、ケースというこれから進められる中においてですね、これに使われますまあ金赤外線レーザーこれを使いましたまあ高性能センサーに対応いたしましたまあ自動車塗料。 ののための顔料こういったものも開発をしておりまして、えー、あの業界で,です、ね、非常にあのこの評価を受けているというところでございますこの自動運転車向け近赤外線レーザーを使った高性能センサー対応顔料というのなんですけども <laughs> これ、まあ、なんかイメージが湧きそうで湧かないところがあるんですが、はい、あのどういったものなってちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。はいあの 自動車の,です、ね、あの外装の塗料にはカーボンブラックというものが、まあ、この炭素の微粒子のものなんですけどこれがまあ含まれておりましてでこのカーボンブラックというのはです、ねまあ、あの深みのある黒色ですね黒の色であるとかですねあとはまあ自然なあのメタリックカラーを発色するためには、まあ、非常に不可欠なまあ素材ということになっております。 一方でこの自動運転のためのですねまあ高性能センサーにはですねこの金赤外線レーザーというものが使われるんですが実はこのカーボンブラックというものがですねこの金赤外線を吸収するという性質がございます。吸収いたしますとそのセンサーのですねまあ検知機能が下がってしまうというまあこういう課題がございました。 で今回ですね、当社はですねそのカーボンブラックを使わなくてもですねその深みのある色を出せるような高機能な、まあ、自動車塗料用の黒顔料というものを今回開発したということでございます。で、まあ、顔料というとですね、まあ、色をつけるということのように思われるのですが、まあ、色をつけるだけではなくてこういった機能をです、ねまあ、付与するというようなこともできると。 いうことで、えまあ今後ともですね、こういう機能性のある顔料を我々としてはあ拡大していきたいというふうに考えております。この後は CM を挟んで今後の展望を含めさらに詳しくお伺いします。ここからはネクストアクションズ DIC の成長戦略を中心にお伺いします。 では今後の事業展望をお聞かせいただけますか当社はですね今年の2月に長期経営計画 DIC ビジョン2030を公表いたしましたその上でですね当社グループの強みとですね社会からの要請の重なる部分として5つの重点事業領域を定めました。ここれからはです、ね、この重点領域にですね 当社の経営資源を積極的にま配分するということで、まあイ製品には依存をしないまあ事業ポートフォリオ、この確率を進めていきたいというふうに考えております。で、ま当社がですね、ま強みを発揮でき、かつ社会課題の解決にですね、ま貢献できる製品を、ま当社としてはサステナブル製品というふうに定義をいたしております。 でこのサステナブル製品の売上高比率をですね2030年には60%まで引き上げるというふうな目標を立てております。またもう一つはの排出量でございますこちらについてはですね2030年にですね50%の削減さらに2050年におきましてはカーボンネットゼロというような大きな目標を設定しております。 こちらがですね当社が事業ポートフォリオの変革を推進するにあたって定めました5つの重点領域ということになります。既に確固たるポジションを築いております下段のです、ね、3つの領域におきましてはですねサステナブルで差別化された高付加価値製品へシフトするとともに成長市場におきまして事業拡大を進めていくということを考えております。 で新たにですね挑戦、まあ、分野と考えておりますのが上にございますサステナブルエネルギーそれからヘルスケアのこの2つの領域となります。でこの2つの領域におきましてはですね外部のリソースも活用しながらですね新事業の創出に注力をしていきたいというふうに考えております。 用のまあ機能性材料というものを実用化するべく今進めているというところでございます。えでは2030年までにどのような数値目標をお持ちかについてもご説明いただけますか。はい。今の長期計画におきましては2025年におきまして売上高が1兆1000億円、営業利益がまあ800億円で2030年に売上高が1兆3000億円超。 営業利益一千二百億円超を目指しております。まあ新しいまあ充電事業領域にまあ注力することで、従来よりもですね高いまあ成長率を計画しているということでございます。ですので社会のですねまあ変化に沿ってこのようにまあ事業ポートフォリオを変革していくということはですねまあサステナビリティへのまあ貢献とですね。 まあ企業価値向上のためにはですね必須なものというふうに考えている試合でございます。ここからは番組に届いた質問にこの場で企業にお答えいただく教えて一問一答です。連結売上高の見通しが一兆一千億円です。 売上高が1兆円を超えるということは大きなインパクトを感じますが経営陣はどのように受け止められていますかとといいうことですは実は、ですね、えー、とこの連結の売上高がですね1兆円にあったのはです、ね、リーマンショックのがあります前の2007年度以来1兆円を超えるということでございます。リーマンショック後ですね やっぱ構造改革を進めましてですねちょっと一時的に売上高がこう減少したという時期がありますがえ今年先ほど申し上げましたようなあのその昨年のカラーエフェクトの事業買収等によりましてまあ今年度1兆円を超えると再び超えるということができたということでございます。年度に1兆 1, 億 という計画値を立てておりました。まあこれがですね、まああの今年度ですね、到達まあできそうですので、まあ我々といたしましてはですね、まあ一年でも早く、まあ2030年の目標値である1兆3000億円、まあこれをにまあ届くように、まあさらにですね、まあ頑張っていきたいというふうに考えております。今回は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。 お母さん今回の話、いかがでしたかそうですね、まあその、やっぱり大きな企業さんであればあるほど、まあ、その既存の、ね、事業やらね、まあ、いろんなそのしがらみにとらわれがちで、なかなかその新しい事業っていうのはね、あのまあ、踏み出せないことが多いんですよね、はいその、いろんな事例を見てると。なので、やっぱりね、今って本当にその技術の発展も早いし、でまあ、何より、ね、ESG の観点から、まあ、そういったところに、ね、ちゃんとあの規制としてあのやっていかないと、まあ、ビジネスの環境はね、一気に変わってしまうと。 いうこともあるので、そういったところをね、あのまあ力を入れて本当に足腰を鍛えつつですね、グローバル企業としてあの株式市場でもあの雄々しさをまあ発揮してほしいというふうに思いますね。s m の i r マーケットブレイクスルー次回もお楽しみに。この番組は S.B.I. 証券の提供でお送りしました。